こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国はかつて液晶パネルで世界をリードしてきましたが、お隣の国に徐々に侵食され、完全に韓国液晶パネル時代は幕を下ろすようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。 LG 化学が液晶パネル LCD 用変更板事業を中国の化学素材メーカーのシャンシャンに売却する。中国企業の低価格構成で収益性が大きく悪化したためだ。サムスンディスプレイと LG ディスプレイも人材を減らし装備を売却するなど、液晶パネル事業の規模縮小に乗り出している。1990年代後半から20年近く韓国の革新ビジネスに挙げられた液晶パネル産業が次第に歴史の裏側道へと消えているという評価が出ている。 LG 化学は10日シャンシャンに液晶パネル用変更板事業を11億ドルで売却する条件付き契約を結んだと発表した。シャンシャンが 70%、 LG 化学が 30% の株式を持つ合弁会社を新設した後、変更板生産法人を合弁会社の子会社に編入させることが契約の骨子だ。シャンシャンは段階的に合弁会社への出資比率を 100% まで高める。自動車用液晶パネル変更板など一部製品群は売却しない。変更板は液晶パネルに付着するフィルムで選択的に光を通過させたり遮断する役割をする。会社関係者は理事会の承認などを経て契約内容が多少変わることもある。正確な契約内容は株主総会が終わってから公示すると話した。 LG 化学は液晶パネル関連事業を段階的に縮小している。2月に液晶パネル用カラー管鋼材を中国交差用区の子会社であるシャン国際に580億ウォンで売却した。同月に行われた年間業績発表カンファレンスコールでは、液晶パネル用ガラス基板事業から手を引くと発表した。液晶パネルの空席を埋める製品は有機 EL だ。 LG 化学はチュンチョンブクドオチャン工場の有機 EL パネル用変更板生産ラインを拡大している。有機 EL 製品の需要が増加するのに足並みを揃えて変更板生産量を増やす計画だ。市場調査会社のオムディアは、昨年300万台にとどまった有機 EL テレビの世界市場が2024年には951万台で大きくなると予想している。韓国のディスプレイ企業も液晶パネル事業を縮小している。サムスンディスプレイは年末まで大型液晶パネルを生産することにした。株式の 60% を保有する中国蘇州の第 8.5 世代液晶パネル生産工場は売却する計画だ。人員も減らす。サムスンディスプレイは最近大型事業部内の液晶パネル関連部署従業員から系列会社転換配置の申請を受け付けた。液晶パネル開発と技術生産などを担当する人材が対象だ。サムスンディスプレイから移動する一部の人材はサムスン SDI に配置されるという。サムスン SDI は電気自動車用バッテリーエネルギー貯蔵装置 ESS などを生産する。サムスン電子とサムスンバイオロジックスにも一部人材が移動するという。 LG ディスプレイも同様だ。昨年キョンギとパジュの第8世代テレビ用液晶パネル生産ラインの稼働を中断したのに続き、第7世代ラインも年末まで稼働する計画だ。第8世代ラインで止まっている大型液晶パネル生産装備は中国企業などに売却することを検討している。同社関係者は来年からテレビ用液晶パネルは海外だけで生産する。州工場の液晶パネルラインはモニターとノートブック用パネルなど高付加価値製品を作る用途で活用する計画と話した。ディスプレイ企業が液晶パネル事業から手を引くのは、 BOE や CSOT など中国企業の低価格構成が強まり収益性が悪化しているためだ。オムディアによると、
9インチ以上の大型液晶パネルの世界市場で、昨年の中国企業のシェアは 40.4% に達した。韓国の 23.9%、 台湾の 31.1%、 日本の 4.6% などを圧倒する。業界では2から3年後には中国企業のシェアが 60% まで高まると見ている。 LG 化学が液晶パネル LCD 用偏光板事業を中国の化学素材メーカーのシャンシャンに売却する。それではネットの反応です。これも文災害の業績、韓国すべての産業の将来ですね。 LED の方も順調に手順を踏んでいる感じだな。今後数年以内に中国に食い尽くされる予定だ。本当に中国の奴らは恐ろしい。技術がすべて中国の手に渡って、最終的にはすべての産業で中国に追い越されるだろう。そして輸出で暮らす韓国が最も多く輸出をしている国が中国という皮肉。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。